いただきます。こっちかな。丸大食品のスンドゥブの元で餃子とか豚肉とか油揚げとか豆腐とか入れて、その上に大量にミックスチーズを投下しました。ビヨーンです。節約生活の時に一回あの餃子の皮をキムチチゲに入れたっていう動画があったんですけど、それが結構本当美味しかったんですよね。なんでこれからもキムチ鍋とかチゲ鍋やるときはミックスチーズ入れようかなと。いただきます。うん、このキムチの味とスープが合うんですよね、なんでか。うん、餃子も。前回そのお鍋食べた時、絶対ビールが合うと思ってビール飲んだんですよね。冷蔵庫にビールあるんですよね。やっぱりね、今飲むのが一番美味しいと思います。まだ火曜日ですが、乾杯。私あのなんだっけ、ど忘れちゃった、あの韓国で流行ってたチーズタッカルビ、あ、チーズタッカルビ、あれもこんな感じなんですかね。食べたことないんですけど、スンドゥブとチーズがこんなに合うっていうことは、多分あれもこんな感じで合うんだろうな。この丸大食品のスンドゥブの素が最強に美味しいっていうのもあります。美味しい。豆腐に餃子に豚肉に油揚げ、全部チーズに合うんですよね。ちなみに今日は帰りは車で帰ってこれました。ただ明日すごい寒いみたいなんで、明日行きが車で行けるかな。ごちそうさまでした、はあ、食べ過ぎた。はい、というわけでスンドゥブにはチーズがすごく合うというお話でした。じゃあまた。